前回のお話にも靖国神社がちょっと出てきましたけどね靖国神社っていうのはあんまり心霊目撃談とかねあの怪奇現象に遭いましたっていうような体験談っていうのがないところなんですよね。霊感の強い知り合いはあの靖国神社の境内の中は浄化されてしまって霊なんかいないっていう人もいる。 ただ兵士の霊を見たっていうような話は何かにこうまことしやかに書かれているのを私も読んだことがあっているのかもしれないけれども案外とお話が少ないんですね寄せられたことは少なくとも私のところには一個もないんですところがその近く靖国神社の北側の 富士見とというところがある富士山に見ると書いて「富士見」今はねあの高層ビルに遮られて全然見ることはできませんけど昔はそこから富士山が見れたって言うんですねだから富士見という地名が江戸時代につけられたっていうそういう場所があるんですがその靖国神社の北側の富士見の辺この辺にはねどうもね階段が多いんです。 階談っていうとねなんか作り話の昔の民話みたいなものも含めての階談なのかなと思われるかもしれませんがそうではない実話の方なんですさて20年前ぐらいまでこの富士見の辺りに、えー、お勤めになっていた仮のお名前を安子さんとしておきます安子さんという方から伺ったお話です。 靖子さんがお勤めになっている会社その企業の某会社の社屋というのはこの富士見にありまして靖国神社のすぐ北側で、えー、とある大学のキャンパスと、まあ、隣接していたっていうんですね。でこの会社には、まあ、入社した時から「うちね出るよ。七不思議とかあるしね階段いっぱいあるからきっとそのうちね 聞くことになると思うけどまああんまり怖がらないで。はあと安子さんねあのもう入社した時からそんなこと言って脅されるわけですしかし彼女は自分には霊感ががあるとと思ったことがない。だから別に何にも見えないだろうなと思っていたんですでいろんなね先輩たちやね同僚からね「今そこの廊下に何か白い影が立ってた」とかね 昨日残業してたら外から窓をコツコツ叩かれたとかねこんな話を聞かされても「はあはあ」と言ってなんとなく聞き流してでも私は見ないし感じないからなと思っていたんですしかししばらくお勤めになっていたらある時そんなに遅い時刻ではなかった夕方ぐらいコピー用紙がね足りなくなったそれで 私取ってきますと言ってで地下倉庫に向かったエレベーターでね地下に降りてくで台車を持ってったそうですで台車を持ってくそうすると地下の倉庫に500枚でね一組になったコピー用紙のこう束っていうかブロックになって包まれたものですねそれがまあ,あるついでだからたくさんね持ってって 上にストック作っとこうと思ったわけです。だから台車持って行っ台車に一生懸命コピー用紙のブロックを積んでいると。するとね、こう、変な音がパキッ、パキッ、パキッとね、壁の中からする。んなんだろう変な音する。ちょっと気味が悪い。地下倉庫は広くて、 あのコンクリート打ちっぱなしみたいなね壁で殺風景なところですで棚がいっぱいあって奥の方なんか薄暗いから不気味といえば不気味でも電気もつけてますしねうちのビルも古いからな気にしないとこと思ってでコピー用紙積み終わってさあじゃあまたエレベーターで上に戻るかと思って。 まあ、歩き出そうとしたらその時目の前の空間をカッ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 うです見えない階段があってそこを駆け上がっていったようでしたよというふうに安子さんはおっしゃるんですね。 それでこの話を彼女は、まあ、同僚にしたんですよ。さっきね近い行ったらねハイヒールの音がねカツ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 ってね空中を駆け上ってったの。へーついに会っちゃったねうんついに会ったわ私霊感ないのになまあ彼女がこんな風に思っていると。 翌日上司に呼び止められまして「君なんかあの怖いもん見ちゃったんだって?」と言われたで「いえあの見てはいません音だけで大したことじゃないんですよ」と彼女が上司に言うと上司は普段あまりふざけたことを言うような人ではないのに実はね 私も見たことあるんだよというあそうなんですかいや私はね見たんだよこうね階段のとこにね玉が浮かんでたへえ玉ですかそう大きなビーチボールみたいなね玉なんだでもその玉がね モザイクなんだよ安子さんお嬢さん育ちで真面目な方だったんでモザイクと言われてすぐにはピンときませんで「モザイクっていうとあのタイルのですか?」と言った。と上司ははっとした顔で「あっいやそういうんじゃなくてあのほらなんだ あの手のビデオとかであるじゃないかモザイク処理したりしたあれだよあんな感じにモザイクになってたんだな玉がとなんか言いづらそうにしてそそくさと彼女の前から立ち去ったそうなんですねこんなお話を聞きました しょっっちゅうあたそうなんですよただねもうあのその場所から撤退してしまって、えー、今はもうそこに社屋がないということなんですけどねはいあのですからねあの次回もこの安子さんの体験談とあと隣接するところにあの大学のキャンパスがあるって申し上げましたけどその大学に伝わる階段、えー、とそれからその 階段の原因になっているのはこれなのではないかなという、まあ、あの謎解きというかその種明かしと申しますかねそれを次回お話したいと思います。